そうです、今回はですねダイソーさんで買ったこのカリグラフィーマーカーっていうやつのレビューをしていこうと思います。まあ、基本的にはね文字を書くためのものらしいですね。まあ、こういうフラットな芯があるので、こういったかっこいい英語だったりとか、先がねこっち側が筆になってるので、まあ、はがきとかにも使ったりできるみたいで、まあ、今回はねこれでちょっとまあ簡単なイラストとか書いてね、どんなものかということを書いていこうと思います。あ、難しい。フラットな面の方が先がねこうなってるんですよ、ペン先が。わかるかな、あの蛍光ペンとかだったらだいたいペン先ってこうなってるくないですか、斜めになってるから書きやすいんですけど、このやつはフラットなので、もう本当にねほらペン先がね真横になってるので、なかなかね書くときにね難しいですね。はい、試し書きは一応終わったんですけど、一番思ったのがインクの出がめっちゃいい。なんか100均で、しかも日本入りで100円、なんかまあ1本50円ぐらいじゃないですか。だからね結構安いから、まあちょっとカサカサな部分とかもあったりするのかなとか思ってたんですけど、思ったよりもめちゃめちゃインクが出ました。なのでねめっちゃ書きやすい、サラサラ書けるようなイメージです。じゃあちょっとねこれで落書きっていうか、まあイラストもね本当は文字用だけどもイラストも書けるのかっていうのをねやってみようと思います。片方がねペン先なのでめちゃめちゃ書きやすいですね。はい、そんな感じで一応完成です。やっぱね筆なので普通に絵もね全然描けますね。だしすごいね塗り範囲がめっちゃ広い。例えば筆なのでこういう細い線も引けるし、塗るときはほらこうやって横にすればもう一気にね、もうその辺多分マッキーペンとかよりも全然広い範囲塗れますね。なのでまあ今回レビューしたのはこのダイソーさんで売ってたねカリグラフィーマーカーペンっていうやつなんですけども、まあ本来ね説明書を見ると文字とかね、あのこういった英語とかもこの平べったい方の面でね書きやすいですよみたいなのがあったんですけど、まあ絵もね全然書けるということで、ペン先がね筆のやつ探してる人これいいと思います。全然ありですね。ちょっとしたねこう塗るためのマーカーペンが欲しいでっていう人は、まあ全然100均なのでありかなっていう風に思いましたね。はい、という感じで、まあ他にもねレビュー動画だったりとかいろんなこともやったりしてるので、もうよかったらね他の動画を見ていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。じゃあ今回はそんな感じで終わります。バイバイ。